長い町並みになっておりましてね。今度こちら左側、ここまっすぐ、皆さんからはまっすぐ前にありますけど、音道ちゃん、ここに音道ちゃんいますよね、はい、駅のところにも。ここのお土産店は富岡市が運営しております。お客さん、観光者採用のね、お土産店になっておりまして。